秋に入れは、ニレかニレ属の落葉鉱木。秋に入れは、秋に入れと書き、これは秋に花が咲くという生態的特徴から、来ていると言われる。別名として、石毛焼きや瓦毛焼きと呼ばれ、これは口述のように形態的特徴、特に樹形や樹皮の様子が毛焼きに似ていること、石、瓦は木材が石のように硬いこと、生息地として瓦を好むことから来ている。 英名は樹皮の特徴をつかんだレイスバーグエルムや分布地にちなむチャイニーズエルム。中国名はローニレ。種商名パルビフォリアは小さい葉の意味。中国大陸の広い範囲と朝鮮半島、インドシナ半島、日本、台湾に分布。日本では主に西日本に分布する。樹高15メートル、直径0.6メートル程度に達する。 最高樹高30メートルを超える春ニレに比べると、小型。樹皮も春ニレのように縦に深く割れず、平滑で同じトガの毛焼きの樹皮に似る。別名の石毛焼き、瓦毛焼きはここから来ている。ニレ属共通で、枝はジグザグに伸び、葉は左右交互に生える。葉の大きさは3センチメートル弱と小さめで学名は、これに由来、形は卵型で、普通の吐き部は、 左右非対称、円には、巨子がありに重巨子と呼ばれるタイプであるが、本種の葉は普通の巨子に見えることがしばしばある。比較的水辺を好み谷の斜面下部や川沿いなどの、肥沃湿潤な土地でよく見られる。花の咲く時期に特徴があり、春に開花する種類が多いニレ属の中でも珍しい、秋開花の種では妙の由来にもなっている。このような種は、日本のニレ属で本種が唯一。 世界的に見ても、本種の他に、アメリカ南部に2種が知られるのみである。花粉は風によって、散布、開花時期は9月頃、実は、同年中から11月には熟す。他のニレ類と共に、街路樹などに利用される。ニレの並木は特に欧米で盛んであるが、欧米のニレは、アジアから侵入したニレとがれ病に弱く大量、枯死が、問題化している。本種は、 この病気に対して、特に高い抵抗性を見せるために、在来、ニレの代替手として、もしくは抵抗性雑種のおやきとして利用されることがある。ただし、ファイトプラズマを病原都市派の大化と萎縮を特徴と、スルエルムイエロー病には比較的弱いとされる。日本の他のニレ属共通で樹皮を言って、ナーにしたり、内樹皮を叩いて潰して接着剤として使ったという。ありがとうございます。